つながってると思います。はい、こういうバスケに本当に 100% バスケに打ち込めるような環境ですし、本当になんだ、そのバスケに対して本当にコーチ陣もプロフェッショナルの方ばかりで、はい、そういう知識も引き出しも豊富に持ってる方ばっかりなので、まあ、周りの選手もそうやって上手い選手もたくさん多いので、はい、切磋琢磨できるという意味ではすごく成長できる場所なのかなと思います。もう本当に何だろうな、チームが要求していること、ディフェンスの部分でスティールだったりっていうのを本当に馬場さんは体現してくれる選手なので、はい、まあ、アジアカップで僕だったり吉井だったりかなりフィジカルに、はい、やってたつもりではあったんですけど、まあ、なかなかそのスティールとかには繋がらなかった部分もあるので、まあ、そうやってスティールの部分は特に、まあ、ディフェンスの部分は、まあ、馬場さんからまあかなり盗めるものもあるんじゃないかなと思います。今回馬場さんもいますし、飯島さんもいるので、はい、本当に同じポジションかなりポジション争いが激しくなってくるので、はい、負けないように頑張ります。もう本当に彼自体がすごい印象、インパクトが強い選手なので、はい、でもその時よりかなりレベルアップしてると思いますし、まあ、その時では全然違う選手だと思うので、はい、それ以降僕も一緒にプレーしてないですし、はい、まあ、めちゃくちゃすごいんだろうなというふうに思います。そうですね、あと1年しかないのかという感じもしますけどね、はい、まあ、少しずつなんだ、トムさんのバスケが確立されている中で、本当にあと1年でちゃんとトムさんが目指すところまで僕たちが行けるのかっていうのも、はい、気になるところがありますし、はい、なんか、まあ、うまくいかない部分をこれからどうやって克服していくのかが一番大事だと思うので、はい、まあ、1年1個ずつ積み上げていきたいと思います。まあ、直近のワールドカップだったりオリンピックでなかなか勝ててないと思うの でまずは1勝を、はい、ワールドカップでできれば、はい、まあ、その日本の見方も変わってくるんじゃないかなと思うので、はい、また違った姿を見せられるように頑張りたいと思います。まあ、前回アジアカップで、はい、まあ、相手でもありますし、その時自分たちができなかったことっていうのをしっかり修正して、はい、また勝てるように臨みたいと思います。しっかりその期待に応えられるように頑張るだけなので、はい、スリーポイントだったりドライブだったりしっかり狙っていきたいと思います。